始まりました。水&遠いに聞かせてチャンネル。MC の大川遠い、そして。はい、水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということでね、今回も、この動画始めていくんですけれども、まずは皆さん、チャンネル登録をしてから見ていただくと、もう僕たちね、大喜びということで、チャンネル登録ボタンを押してから、ここからはね、見ていただきたいんですけれども、水さん、今日もね、はい、とっても素敵なという言葉で表せないぐらい、僕からすると本当にレジェンドっていう感じの、ね、いや私からもレジェンドよ、トイ君からもレジェンドだろうし、はい、もう私からも大レジェンドにお願いしてみたらすごく気軽にいいわよって言って、いやーありがたいですよね、本当にね、ありがたいのです。はい、はい、ということで、まあこの 2人ともからレジェンドっていうことでどれぐらいの、ね、方かっていうのは想像ある人できるかなと思うんですけれども、もうね僕らが喋っててもしょうがないんで、うん、早速登場していただこうかなと思います。はい、それでは呼んでみましょう。今回のゲストはこの方です。レジェンド、もんなことやないでよ、なんか長く生きてるように見えるじゃないの。まだまだよ、私。こんばんは。片岡富江です。はい、というわけで改めまして、今回ゲストには片岡富江さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。すいません、僕ら視点で言うと、もうレジェンドという言わざるを得ないんですけれども、お姉さん、お姉さん言われるのはやっぱあれですか、富江さん、もう結構無口なんですよ。ごめん、リードしてそんな、でもなさってる役柄で言うと、まあもう外画吹き替えで担当俳優としてウーピーゴールドバーグだったりとか、あとは僕らの年代で言うとですね、本当に印象的っていう役がライオンキングの、まあ、役名シェンジ、ハイエナの3人組のこうツッコミ役みたいなところで、あれもう頭から離れないっていうぐらいの役なさってて、それを聞くともう無口なんて想像できないぐらいなんですよ。そうなんですか？だってセリフで書かれてるから喋ってるそういうもんなんですかね。案外ね、そうなんです。もう富江さんと言ったら、私トムとジェリーのね、お母さんっていうんですか、ね、そうそうとか、うん、あと私実は富江さんに本当にデビューの時にお世話になりまして、デビューがほぼ強し、しっかりしなさい。強し、そっか。はい、なのでもう、あーってなって、ここで本当一言喋って、わわわわって時に、強し、しっかりしなさいのお母さんね、強しのお母さんですよね。そうです。で、富江さんはなんかもうすごくなんか頼りがいのあるお母さんみたいに私勝手に思ってたんですけど、はい、楽しかったでした、あの仕事は。だってストレス解消できるじゃん。バーって喋られてってことですね。どうなってかなってどうなってかなって、うん、その時の水さんからのその思い出とかあったりします？あ、でももう本当になんか初めて入った現場だったんで、右も左も分からなくて、そう、でもとにかくここで爪痕を残さねばと、結構私いっぱいいっぱいで、富井さんでもそんなに私がいっぱいいっぱいだったとか、そんなこともきっと忘れてらっしゃるでしょ。だって私がいっぱいいっぱいな なんですか。いまだにド緊張で有名なんですよ。椅子からマイクまで立ち上がって歩くだけで膝の骨がポキポキってなりますもん、緊張のあまり。今でもですか？体もこう固まっちゃって、もう全然緊張してるんだなって思うくらい、もうもしかしだからもうすぐおふざけしちゃったりして柔らげよ柔らげよってなんか努力しちゃって空回りに思ったりする。じゃあ役でなさってる軽快なキャラだったりとかっていうのは緊張から来てたりするんですか？どうなんでしょう。もうなんかもうバンとマイクで喋り出した途端にもうバン、まあ吹っ切れるって言ったら変ですけどドキドキです。心臓ドキドキの音がマイクに拾われないかしらって心配しちゃうくらい。それはびっくりですよ。やっぱりそれはもちろんわからないので周りからは。お菓子たちがもうペル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 喋るでしょ、途中に、はい、うまいな、私大丈夫かしら大丈夫かしらもうどんどんそんな気持ちになっちゃうの。若手を見ながら、なんだな、途中私とちりの音を見って昔言われてて、ポトミかわいい落語に出てきそうな
もう本当にね滑舌悪いし、迷惑かけっぱなしで、だからあもうなんかどんどんまた緊張が増すわけね。もうノートチルでみんながバーってやってると、で今コロナになってから分散撮りになりましたでしょ、はい、そうすると少しね思うのはみんなに迷惑かけないで済んでるっていうちょっと思いがある。いやなんか可愛いって言っちゃ失礼ですね、可愛い土井さん意外なねまた一面が、本当ですか、なんかすごい嬉しい私が私も緊張しいなので、いやそう本当ですか、すごい嬉しい、緊張しいなんて見えない、まあまあこのそれこそ自分の言葉でたらたら喋るのは全然あれなんですけど、こうセリフあると間違えちゃダメじゃないですか、そうするともううわーってなっちゃいますね、うんうん、特に私なんかラ行がダメだから、そうだったのレッスンなんてなっちゃうのよ、そうだったのですって言えなくて緊張しちゃう、そうだったのレッスンラリルレオンダメ、嘘だって言っちゃいけないですね、本当ですか、いやもう本当にそうですよ、なんか15分くらいノンストップの時があって、みんなノートチルで来るんですよ、そうすると早く自分が喋り終わった人は誰かが止まったのをきっかけにしてスタジオから出てって、はいはいはい、ね、ゆっくりなさったりする人たちいるじゃない、はい、髪がある日回ってきたんですよ、はい、誰が閉じるかな誰か閉じてくんねえかななんて、大丈夫大丈夫もうじき富江が喋るかもう冗談じゃない頑張るぞって言ってやっぱり閉じるの、そしたらさみんながさ、いや、サンキューとかって言ってずっと、そんなこともありました、もう、なんだね、やっぱり緊張から来るのか、それから滑舌の悪さから来るのか、わかんないんですけど、あと自信の なさっていうか、なんかそのさっきから伺ってると自信がないとか、まあ、滑舌がってことをご自身でもおっしゃられてるんですけど、この道、まあ、芸能というかその役者の道に入ろうと思ったきっかけだったりとか、その最初の、まあ、一歩っていうのはどういうことだったんですか。私の祖父はお寺の息子なんですけれど、19かなんかの時出奔して家出して旅役者の一座の座付き作家かなんかで全国回ってたんだって、帰ってきた時に、はい、お母さん連れて帰ってきたのが旅一座の座長の娘だったっていう、それがだからもう私中学時代から演劇やってたし演劇部に入ってね、はい、うちかなと思うんだけど、もう芝居したくて芝居したくて、私の父は公務員だったからまた硬い、お家で何しろもう就職きちんとお勤めしなさいっていうことだったんで、とりあえずお勤めしたんです。でも虎視眈々とその道を狙ってまして、舞台芸術学院の夜間に行って親に内緒で、働きながらだからお金の迷惑もかけないで済むでしょ自分、そして夜稽古をしてもらえる劇団ってないかなっていろんな芝居を見まくったわけね、はいはい、劇団を受けようかと思って、うん、その時ちょうどバラザンがね相当のわしっていう作品かな、黒糖のやってて、はい、それを見に行ったんですよ。バラザといえば野沢那智さんが、ね、そうそうそう主催されてるね、野沢那智さんさんナポレオンソロがすごい有名で、その私はもうそれずっと見てましたから、はい、でその日がね東京地方にすごい豪雪っていうか雪がすごいで、厚生年金ホールかなんかだったんですね。それで歩いていくのにすっごいんです、もう腰までね雪積もっちゃって、動くようにしていって劇場に入ったらね、お客さんやっぱりストップしちゃったでしょ、交通網やなんかはね、で待ち方は動いてましたけど5、6人しかいなかったんですよ。そしてねなんかストーブみたいなものを用意してくれて、その5、6人の観客がそのストーブを囲むような形でお芝居見て、その時にやっぱり真剣に演じてくださってるわけですよ。それも感動したの、たった5、6人のためにねお芝居やってくれてるっていうのも感動した。それから黒糖とかね、その頃興味があったもんだから、あ、ここ受けてみようかななんてちょっとね
若かったから衣装やなんか見てもね、だって憧れたんですけれど、うん、アンケート用紙ってお芝居見ると必ずもらえますでしょ、はいはい、ここにいかにこのストーブと観客 5,6 人のためにね、大先輩方が全てを見せて丸ごと見せてくれたことにものすごく感動したってことと、私はその養成所をもうじき卒業で今劇団選びでお芝居見まくってますみたいなこととか、いろんな思いの手がバーンって書いたんです、うん、そしたら長文のお手紙がある日届いた、遠藤春さんから。遠藤春さん、私のような声の、あ、私が遠藤さんに似た声なのかな、バラ座に来ませんかってお手紙いただいて、行こうと思いました。でも一応試験があるから試験を受けて、でもバラ座から出発した、ね、だから有本欽治さん と、試験の時になんかセリフのやり取りやったり、54、5年前の話かな。バラ座ってそうそうたるメンバーがいっぱいいらっしゃるじゃないですか。那智さん、欽治さん、それから遠藤春さん、その時はその3人がね。そして野沢那智さん自身があの頃飛ぶ鳥落とす勢いでね、アランドロンからね、何から、うん、だからなんか周りがそういう、みんな遠藤さんももちろんやってらして、だから声のお仕事っていうのはいずれやるもんだっていう思いでね、いましたね、うん、バラ座でもうほんと鍛えられまして、それからいろんなこと行きました。46歳の時に青年団に行きました。でみんな劇団辞めてからプロダクション行くのに、お前なんでまた劇団組織に戻ってくのって言われて、いや何しろ舞台がやりたいね、して青年団の舞台が好き、見てて、ね、その青年団の とある作品を演出した人がいて、その演出家のもとで芝居したいっていう、ものすごいね、ちょっとね、思い込み激しい人だからそれが AT1 にお世話になっていた頃かな、なね、AT1 の社長に、あいいよって、試験面接ダメだったら戻っといでって。かっこいい社長そうですか、それで分かった、ありがとうって言って、それで決まっちゃったって言って電話して、でもその今 AT1 の話もありましたけれども、バラ座から青年座ってこう移ったわけではなくて、その間にもいろんな活動の形があった。そうそう、バラ座から劇団同人会っていうところに行きました。バラ座に客演した藤本譲さんって方がすごくなんか普段のナチュラルなセリフを言うんですよ、技術者悲劇なのに、この人面白い、どこの人って言ったら同人会、それでね、その人にくっついて同人会に行っちゃった。押しかけたんだな、私押しかけたの、事務所に入るのに作るって言うんで、はい、入れてお願いってお父さんにお願いして、うん、それでオフィスを立ち上げて、そうそうなんですね、ここでやって、それから合併したの、オフィスをとバオバオが、それでバオバオに行ってから AT1 に行って、で AT1 に長く行ってから、もうどうしてもやっぱ舞台がやりたくて、で青年座、うん、受けてくるわっていう、青年座の門を叩く、小さな声で叩いても門開いてくんないから、はい、大きな声で頼もうっていうつもりでたら開けてくれたって感じ大きな声で面白い、でも今聞くだけでも本当にいろんなご経験なさってるっていう感じがしたんですけれども、ジプシーのようでしたよねでも一回思うともうこうすぐにそちら側にっていうような感じで動かれてる印象がありますね、うん、思い立ったか吉日、もうすぐ行動に移す、それは結構やっぱりその、まあ、人生においてっていうと大それてるかもしれないんですが、こういい方向にか行くことが多かったですか。いや、紆余曲折ありました。曲折で特に例えばね、スタイルが良くて美人だったら全然そうじゃなかったんだろうな、もっとこう長いこと、うん、なんか、うん、ちょっと苦労しましたね。でもまあお仕事は比較的順調にやらせていただいてたんですけど、
やっぱり、ね、美人じゃないしさ。なんでですか。若い頃から、うん、なんかもう老け役と言われるような。でもさ、今思うの、あれが良かったわ。なんでかっつったら、老け役今無理しなくても自然体でできるから、うん、だから今すごく辛い気持ちなかなかもう楽しくて楽しくて仕方ない。わうん、だって富江さんの声もう絶対一回聞いたら忘れないじゃないですか、みんな、うん、誰にも負けないね。どれくらいだったっていうのが私の個性なんだって、もうそういうふうにやっぱり、うん、思い、若い頃からですか、そのこうちょっと、もう若い頃からね、こういう声でしたね。でもお酒とかタバコじゃないんですよ、もう元からなんですね。もう産声が男の子かと思うぐらいのすごい産声だったらしいから、はい、うん、だから、うん、赤ちゃんの時からドラ声だったんじゃない？あー素敵それは素敵ですよ ね、 だね、どうなんだかね。でもまあそうね、この、うん、いい声じゃなかったっていうのが身を助けてくれたかなってちょっと思ってますね。それもあって声のこうお仕事の方に行ったっていうのはあるんですか？いや別にだから役者として生きるから、はい、役者の仕事として来るお仕事は全部やるでした。ドラマもいっぱい出てらっしゃいますもんね、うん、あのウィキペディア見るとね、うん、でドラマも考えたら、いや女優さんってみんな綺麗な方が多いから、やっぱりでも私みたいなのまあ、いないとドラマ成立しませんでしょ。やっぱりさ、商店街のおばさんやるんでもね、魚屋さんだったり八百屋さんだったりなんかいろいろあるわけでしょ。そうするとさ、ああいう役ね、私にやらせてくれたら私もう絶対いいと思うんだよななんて勝手に思って、でもその通りに、ね、なんとなく。それでもさっきその緊張なさったりとか自信がなくてみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、そんなになんかすごく自分のことをこう認めてらっしゃるような感じがしたんですけど、うんうん、でもなんですか。いやだってちゃんと喋れない人だからもう一個ね、うちのチャンネルとちょっと絡みで私一個あのなんか富江さんにお聞きしたいことがあって、富江さんをちょっと検索してみたら、片岡富江クジラって出てきたんですね。だからクジラさんと声が似てるってよく言われるのかなと思って、うちのチャンネルちょっとクジラさんと関係が深かったりしたので、よくね似てる似てるってやっぱりそうなんですね。言われますね。間違えられたりなんかしてるみたい、なんか一緒にオーディションを受けてどっちかが受かったとかありますか。ほらどっちかっていうとクジラは畑としてはアニメの方多いでしょ、はい、私9割洋画なんですよ、うん、だから彼女と競合しないの、役を争ったこともない。そうなんですね。一緒になったこともない。あ、そうなんですね、うん、でも確かにちょっと声の響きの感じは似てますけどね。そう、うん、そうなんですね、クジラもそうですけど、私もこれドーマ声って言うんですって。羨ましい。でも私すごく羨ましいです。オペラ歌手なんかみんなもうドーマ声って言うじゃないですか。はい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 、うん、確かにここら辺から奥からグワーってくる声ですもんね、お二人とも。そうですね。なんかこれタバコとお酒で鍛えられたんではないんですよね。そうですね、元の。そうですよね、うん、もうおぎゃーってなった時からドーマ声なのかもしれない。おぎゃーだったんですね、きっとねドーマ声でおぎゃーを言ってこのように生を受け、いやーなるほど。じゃあ何も意識せずにそのお声というか発声になってるっていうことなんですね。本当にそうですよね。でもあの中学時代なんかソプラノ歌ってましたけどね。そうなんですね。ね、それソプラ裏声だからソプラノ。今はもう男性のキーでしか歌えないけどね。でもすごい。すごいですよね。すごいです。いやすごくないですよ。でも破れた声で、うん、幸いしました。ありがたいことです。いやもう本当にあのみんなが忘れない声、うん、羨ましい限り。でも美恵ちゃんと私もやっぱ声似てるよね。あ、そうですか。もうなんかそんな言っていただくとちょっと私嬉しくなっちゃうんですけど本当ですか。ちょっとついてっていいですか、トレさん。
同じ分野の 声じゃないかな、まあ、あのいわゆるこういうも出ないんですけど、可愛いキラキラキラって声ではないんですね。ただ私はまだ中途半端だな、先輩たちのそういうあのドーマ声にはちょっと足りないなと思っているんですけど、うん、あのキラキラってもう、ああいう声ってどっから出るんだろうと思って、ね、出ないですね。うん、それでもみんなさ、うん、ニコ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 してるのよね、スタッフたちがさ、男性のスタッフたち。そうなんです。この子みんなニコニコしちゃって、私が喋ってる時見ると別にニコニコしてないのね。そうですか。そんなことないですよきっと。だってブースにいるから見てないじゃないですか。いや絶対富江さんもなんかね、おなんかワクワクっていう感じですよ絶対に。なんかでもいつまでねお仕事させていただけるのか、うん、本当にあれですけれど、うん、まあ、ちょっと今その年代のお話もありましたけれども、逆に今のその若手の皆さん、特にこのチャンネルって若手というか、うん、これからなりたいっていう方たくさん見てくださってるんですよ。そういう方にアドバイスするとしたらどんなアドバイスされますか？ちょっと聞いてもいいですか？最近すごく思うんですけど、はい、方はね、なんかバーッと平板で喋ってる方がとても多いのね。でも日本語って、はい、なめて美しいメロディーなんですよね。そうじゃない、それはドレミファソラシドじゃなくて、かつて昔はアニホヘトイラファで、その要するに音階が日本語独特の音階があってね、やっぱり私たちは DNA でそういう音階を体の中に持っていての日本語で、日本語には綺麗な抑揚があるってことも美しい旋律なんですよね。平板で喋っちゃうとそのニュアンスが出ない。なんでかっつったら、日本語っていうのはね、音色で意味を伝えると思うの。例えばね、映画行かないっていうんだっていうのと、ねえ映画行かないっていうだけで全然違うでしょ、伝わり方ね。はい、すごい伝わりました。自転車乗ろうかなって、自転車乗ろうかなっていうのは意味の伝え方、ふっとやっぱり違ってくるような気がするんだよね。だから私は古い人間だから、やっぱり美しい日本を、うん、きちんと喋らないと、だってこあの声のお仕事するんだったらなおのことを、お芝居するんだったらなおのことを、正しい日本語っていうかな、美しい日本語というか、それをね、うん、で小説やなんか読んでる時は主語とか述語とかっていうのはもう本能的に理解しながら皆さん読んでらっしゃると思うの。それが要するに、じゃあ一旦セリフになると、なんで主語と述語がひっくり返っちゃってるのなんてこともよくあるんですよね。だからあれと思う、それ仕事術語がひっくり返っちゃうと意味が伝わらないよって私はもうしょっちゅう言ってるんですけれどね、うん、でもやっぱり、ね、やっぱり思うの、いっぱい本読んでほしい。本はやっぱり読んだ方がいいかなと思いますね。いろんな本があって、本の中であと戯曲も読んでほしいし、本を読むことによって分かることっていっぱいあるしね。またその音色が体に入ってくるっていうのもあるっていうことですかね。いやなんかすごく響きました僕、はい、うん、でも本当に あなた功績とってもよろしいのね。え、お母さん、お母さん、はい、功績がいいってよく言うじゃない。功績っていうのは綺麗にきちんと発音されてるっていう、あー綺麗にお顔もありがとうございます、うん、褒められた、また褒められた、うん、大変恐れ入ります、ありがとうございます。さっき東井くんがバンって出てきた時に富江さんが、あ、イケメン来たって言ってもらって、ちょっとあなたちょっと息になってるでしょあなた。ちょっと調子には乗っちゃってるかもしれないですけども。ありがとうございます。富江さん、功績がいいって言うんですか、滑舌がいいみたいなこと。私その言葉初めて聞きました、すみません。あの発音がだから心地よく耳に入ってくる、うん、いやーもうすごかった。お母さんほどの方にそんなことを言っていただけるともうよかったね、発声練習しててよかったね。よかったです。練習してね、練習してるもんね、トイ君ね、ちゃんとね。
こういう喋りのお仕事してるから、ね、偉いなと思って、はい、偉いんですよ、トメさん、この人。いやもう、うん、勘弁してください、ちょっと、これ以上はちょっと、そうだね、もう、両手にいっぱいの褒め言葉いただいちゃったんで、はい、ありがたい。やっぱり、はい、年とともに、やっぱり絶対衰えていくから、やっぱこれキープし続けるのっていうのは、もう努力以外の何者でもない。ね。はい、でも富江さん、例えばなんかアフレコの先生とかもされてるじゃないですか、はい、ね、とかそういう時にこう生徒にはラギはちゃんと言いなさいっておっしゃります？言いますよ、もちろん。面白い。なんかね、私でも思うんですけど、若い生徒さんと一緒に滑舌なんかやりますでしょ、はい、そうすると、うん、やってみせなきゃなんない時だってあるわけでしょ、はい、頑張りました。そしたらね、うん、そう、今まで若い頃どんなに喋れなくてもこれほど努力したかなって、してなかったなと思うんだけど、だから若い人に接することによって学ばせてもらってることってすごくあってね、で言われましたよ、東北新社のディレクターさんから、富江さんってさ、若い頃よりさ、年取ってからの方が滑舌良くなったねって言われますもん。だから私今、その富江さんが何度も滑舌悪いからっておっしゃっても、そうかなって今思ってたんですね。だから、うん、よくなられてるんですね、きっとね。だから退化してないってことだと思う、キープできてるのかなって、あの悪いなりにね、うん、もうすごいドキドキですよ、やっぱり。でも、ドキドキ感が快感。ああ、なんかわかります、終わった後のお酒の美味しさ。なんかね、そこが楽しめる人たちが結構残ってますよね、そのドキドキしたりね、そうですよね。ありがたいことですよ、こんな、まあ、よもやこうやって生かさせていただいてるっていうのはね、すっごいありがたいことですね。ということでなんですけれども、本当あっという間だったんですが、番組のそのお時間そろそろっていうところで、最後にこう見てくださってる方にお知らせ事なんかがあったら伺いたいなと思うんですが、何かあったりしますか？青年座の舞台じゃなくて、青年座のメンバー有志によってちょっと芝をやろうかって。おお。それでそれがね、平均年齢もしかしたら70近い。すごいですね。それを来年2月に浅草急激って今人気もね、いいとこですね、わかります。田村貴弘さんって言って、作も演出もなさるね、演劇界ではもう超有名で、みんなの憧れの的の108の人ですよね。108の、そうそう、はい、わかります。この間エコーにも書き下ろされてて、見に行ってすごく面白かった。その方の書いてもらって、すごい演出してもらう。わあ、これ絶対面白いやつですね。絶対みんな見て、絶対見て。深山雅音さんが出ます、うん、あと手塚さんとかね、声で結構この仕事やってらっしゃる方がいます。わあ、これは楽しみ、絶対面白いやつです。ぜひ見ていただけたらなーなんて思います。この時期だったりとか詳細に関しては、片岡さんのそのツイッターだったりとかまたチェックしてればお知らせいただけると。もちろんそうです。はい、フォローしてくださいとか。あー、ぜひということなんで、皆さん、あの概要欄にリンクも貼っておきますので、もう今すぐにねクリックしてフォローよろしくお願いいたします。お願いします。他には何か告知だったりお知らせ大丈夫そうですか？日本俳優連合から東日本大震災の、はい、要するにイベントはね、毎年やってたんですけど、ここコロナで、ほどやれない。で今年もやれない、チャリティーイベントですよね、うん、それに代わる、いろいろなその今案が出てますよ。もう助けてもらってます。水何かねご一緒できたらいいなって思ってるとこですね。そういう形で楽しく、うん、待ってていただければな、楽しみにしていただければなと思って、なるほど、なるほど、できるように、はい、といったところですかね。なんかごめんなさい、白髪の頭で。なんでですか、もうかっこいいじゃないですか。
もうおばあちゃんだからね。何をおっしゃるんですか、かっこいいです。なんかやっぱりあの富江さんの声の響きがね、なんか色っぽいって言うとなんか先輩に失礼なんですけど、そう波声っておっしゃるけど、なんか響きが色っぽいよね、トイ君。いやー、本当にないですよ。なんで、なんですか。急に急にちょっと方向転換してそんな。ね、何しろテレアだし、ね、気が小さいし。いやだから富江さんのそういう一面が今日あの意外な、ね、一面ありましたよね、はい、見せていただいて意外でした。でも本当に貴重なお話だったりとか面白いお話聞かせていただいて、楽しい時間を本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今後もですね、素晴らしいゲストの皆様に出ていただく予定があります。ですのでこのチャンネルのチャンネル登録、そしてグッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。コメントもよろしくお願いします。すべて読んでおりますのでよろしくお願いします。はい、はい、ということでお時間になってまいりました。今回ゲストには片岡富江さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さんさよなら。あ、大サービス。